はい。ということで今回は、ナルシストの特徴を見ていこうと思います。まずは動画の要点。一つ目の要点。ナルシストは自己評価を上げることに必死になりすぎて、他人を傷つけていることに気づかないことがある。二つ目、ナルシストは自己評価を上げるために、俺はカリスマだ。 と言ってみたり、私は無力な被害者なんです、という演技をしたりすることがある。三つ目、ナルシストは物事を判断するとき、完璧か無価値かの両極端になることがある。完璧ではないものはすべて無価値だと思ってしまうことがある。ということです。では早速見ていきましょう。 ナルシストは自己評価を守ることに必死になりすぎて他人の気持ちを考えられなくなることがあります。俺はすごいんだと思うために他人を見下して傷つけていることに気づけない人が多くいます。ナルシストは自分の中の私は特別な人間だ。私はステージの高い人間だという世界観を守るために あなたは私より下の人間ですよ。あなたは私より劣っている人間ですよ。とアピールせずにはいられなくなります。ほとんどのナルシストは自信満々に見えますが、実はかなり傷つきやすく、他人の言動によって簡単に自信が失われてしまいます。ナルシストは自信たっぷりに見えますが、 その自信を自分で維持することはできません。ナルシストは簡単に崩れてしまう自信を守るために常に他人から褒められたり特別扱いしてもらう必要があります。ナルシストは温度計みたいに環境の影響を受けます。気温が高くなれば温度計の数字は上がるし、気温が低くなれば温度計の数字は下がります。 温度計はそれ自体で上がったり下がったりすることはできません。常に環境の変化に反応するだけです。それと同じでナルシストは褒められたりおだてられたりすると気分が上がり、注目されなかったり相手にされなかったりすると自信が失われ心が落ち着かなくなります。 ナルシストの中には、最高か最悪かといった両極端の判断基準しか持っていない人がいたりします。両極端しかないので、この人は好き、この人は嫌いとはっきり分かれてしまいます。人間は完璧な存在じゃないから、いいところも悪いところもあるのが当たり前だよね、という見方ができません。物事を白黒はっきりさせないと落ち着きません。 なので、白と黒の間には無限の色があると考えることができません。〇〇さんはいい人だと思っていても、今日〇〇さんは私を褒めてくれなかった。最低の人間だ。大嫌いと簡単に変わってしまうことがあります。あの人は私に挨拶しなかった。だから、あの人はどこかおかしい人間に違いない。 あの人は私の凄さが分かってない。だから、あの人は私にとって全く価値のない人間だとなってしまいます。完璧以外は全て欠陥品になってしまうナルシストは、自分のミスを認めることができません。一回でも間違いを認めてしまうと、自分が欠陥品になってしまいます。 ナルシストは傷つきやすいので、一回でも失敗を認めてしまうと、自信がボロボロに崩れてしまいます。なので、ナルシストは壊れやすい自分の心を守るために、自分のミスを他人のせいにすることがあります。俺はちゃんとやったんだよ。でも、あいつがちゃんとやらなかったからうまくいかなかったんだ。俺はあいつの被害者なんだよ。ということにします。 ナルシストは、俺を完璧だと思え、俺は優れている人間だから、もっと特別扱いしろ、と他人をコントロールすることで、壊れやすい自己評価を守ります。ナルシストは、常に周りから完璧だと思われていないと、落ち着くことができません。一つのミスでも受け入れてしまったら、完璧という称号を失って、自己評価を守ることができなくなる。 と恐れています。だから何かうまくいかないことがあると、これは悪意のある人間の仕業に違いない。だって俺は完璧にやったんだからということにして、傷つきやすい自分を守ろうとします。ナルシストの中には、自分はダメな人間かもしれないという思いがあります。本当は自己評価が低いのに、 そんな自分から目を背けるために他人からの称賛を求めます。弱い自分を隠さなければいけないという思いから上から目線で物を言います。私はあなたたちよりステージの高い人間ですからと大きく見せることで小さな自分を隠そうとします。劣等感を紛らわすためにもっと俺を褒めろ、もっと俺を尊敬しろ、 もっと俺を特別扱いしろと強制します。ナルシストは脆い自分を守るためにほんの少しの批判すら避ける必要があります。批判を避けるために完璧な自分を維持する必要があります。完璧な自分を維持するために不具合を他人のせいにします。親のせいで俺はこうなったんだ。社会のせいで俺はこうなったんだ。 俺は何の罪もない被害者なんだよとアピールして、俺は何も悪いことをしていない完璧な人間だという自己イメージを守ろうとします。はい。ということで、今回のまとめ。ナリシストは自己評価を守るために自分を完璧だと思いたがったり、他の人たちより優れていると思いたがったりします。 ナルシストは自分を特別な存在だと思いたがります。なので、ナルシストに向かって、普通ですね、常識的ですね、平均的ですね、というのは侮辱になることがあります。ナルシストにとっては完璧以外は無価値になってしまいます。なので、最高ですね、一番ですね、無敵ですね、などと言ってあげないと不機嫌になったり、 怒り出したりすることがあります。人間は完璧な存在ではないので、ナルシストを褒めようと思ったら、現実を歪めて解釈する必要があります。本当は普通でしょと思っていても、素晴らしいですね。やっぱり〇〇さんは最高ですね。と言わなければいけなくなります。ナルシストがミスをしたときは、これは〇〇さんのミスではありませんよ。 あいつが悪いからいけないんですよ。と嘘をつかなければいけなくなります。ということで、今回の結論は、ナルシストと接するのはちょっとめんどくさいよね。ということです。ナルシストは自分をすごいと思うためにあなたをけなします。なので、ナルシストの言葉を真に受けて傷つかないように気をつけましょう。 相手が暴言を吐いたり、暴力を振るってきたりする人だったら、絶対に我慢しようと思わないように気をつけてほしいと思います。この人やばいな、と思ったら、さっさと逃げてしまいましょう。あと、自分自身もナルシスト的な行動をしないように気をつけましょう。自分が優越感を得るために他人に劣等感をすり込んではいけない。 と思っていれば大丈夫なはずです。では、今回はこれで終わりにします。また